なんとかフェチ。よくなんかフェチってあるよね。ありますよね。何ですか。いやいや、俺なんかバッと聞かれると、いや、すぐに思いつくことは別にあまりないんだけど、いや、まずは、はい、いや、順番でパッと考えていくと、はい、あのシルバー、シルバーっていうか、ステンレスっていうか、そういうシルバー系の色、はい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 、メッキ、はい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 、そこは光ってないと嫌なの。はいはいはい、だバスルームで何じゃん、こう取っ手のメッキの部分とか、ありますありますあの金属部分で、そう、もう光ってないとすごく嫌なわけよ。ああ、ね、うん、わかります。なんだろう、多分真鍮なんかをさ、はい、こうしょっちゅうこうなんていうの、磨かないと結構くすんでくるわけ。はい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 、そういうのあるよ。ああ、私は、うん、水垢、それもありますよね。水垢とか水垢とかあと水垢ってバスルームとか、あと殺菌は、うん、結構あの今だからってわけじゃなくて昔から熱湯消毒とかなんか効果があるのかわかんないですけど、消毒フェチ、消毒は結構消毒に、別にそんなにすっごい潔癖症とかそんなんじゃないですよ。全然。じゃあ何なの？いや、わかんないですけど、何か消毒したいみたいな。消毒。殺菌したいみたいな。そういうあれはあるかもしれないです。あとは、ええ、これはな、あの、医学校長に言ったんだけど、女性を見るとき、まあ、俺はもう絶対的にまずどこを見るかっていうと、はい、口元。へぇ。へぇっていうか、なぜか、やっぱその口元。なんかやらしいですか？やらしくないよ。やっぱ、口元が、なんか、ええ、なんだろう、すげえいいと、はあ、はあ、この人いいなって感じる。へー、よくあるじゃん、女の人のどこを見ますかみたいな、はいはいはい、人によってあるじゃん、いろいろありますね。人によってはそういう胸とか、こうヒップとかっていうウエストとかそういう人もいるし、はい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 、まあいろいろじゃん。あります、ね、俺は口元だよ。なるほど、いやいやいや、なるほど、やらしくないよ、やらしくないですよ、やらしくないですよ。なるほど、うん、なるほど。あとは、私なんかふと手とかもあるじゃないですか。手とか、なんかさっきちょっと思い出したんですけど、なんか友達と中学校の時とか手つないだりとか、小学校の時とかわかんないですけど、誰の手はこんな感じって今言われても思い出します、ね、相当合ってないですよ、とか。何を思い出すわけ？手の感じ。手の感じってわかんないな、わかんないな。あ、何々ちゃんはぷにょぷにょだったなとか、何々ちゃん、いや、タコがあったなとか、あと硬いなとか、手が細くてあれだったなって、すごい手全体がギュッとしたなとか。まあ、男の人に言います。まあ、これ自分も長いか知ってるけど、はい、俺さ、皮膚がすごい薄いじゃん。めちゃくちゃ薄いすごい薄いんだよ。そう、私だからゴルフとかやってもすぐこう皮がめくれちゃうわけ。すごいですよね。だからすごいな、バンドエイドとかやらないと、はい、なんていうの、皮膚がすごく薄いんだよ。すごいですよね。でもシャンプー、その時ってシャンプーガリガリにやったわけ。でも一日何十年でも手荒れないんですよね。でもね、そう、手が荒れたことない。それすごくないですか、手が薄くて。普通のアシスタントでシャンプーを毎日やってるとみんな手がね、ガッサガサになるわけ。ハンドクリームとかつけない？いや、何もつけなくて、俺、これ私知ってます。全然手を荒れたことないんだよ。地油出してる。地油って言ってもいわゆる、でもそういう、なんだろう、そういう脂肪系体系とか体質じゃないんだけど、ないですよね。なのに、手を荒れたことない。すごいな、その保護力。そう、自分で自分を守る保護力。そうだね、保護力。さすがですね。